シンガポールで引いた風が治らなくて往生してますが、ちょっと起きにくいと思いますけども、冒頭ですね、この秋の10月3日に、例年やっているその三宅島でのオフロードのバイクレースを開催します。本日からレースの参加や観戦観光のツアーの案内を開始するので、一つぜひ参加していただきたい。今年のレースでは、三宅島のですね、大山を活用し、コースの距離も全長6キロ、例年の2倍のロングコースですね、まあ、ストレートのコースなんでしょうな。要するに内輪山、外輪山の間の砂漠を、活用してですね、やりますけども、またのレースの専門家の意見を踏まえて、火山島ならではのスリーグな溶岩帯を疾走するなど、三宅島に行かなければ体験できない魅力的なコースとなっています。さらに、海外や国内からそのトップライダーが参加しますし、総勢80台がですね、賞金をかけて真剣勝負を繰り広げるわけです。今後もこうした取り組みを通じて、この島の持つ魅力をですね、広くアピールして、三宅島の振興、協力に支援していきたいと思っております。非常に美しいですね、島なんで、皆さんぜひ三宅島を訪れていただきたいと思います。詳細は総務局に聞いてください。私から申し上げることはそういうわけです。質問があったらどうぞ。また朝日か。はい。朝日新聞の梅沢です。尖閣諸島の件なんですけれども、政府の方で東京都が上陸申請をしてもですね、認めないという方針を固めたということなんですが、そうでもないというの官房長官そのこと言ってないって言ってるよ。東京都としてはいや、官房長官はそんなこと言ってないと言ってるけど、君らのニュースソースはどこなんだね。上陸申請はじゃあ今後いや、君なんかのニュースソースはどこなんだね。ちょっとニュースソースについてお話しすること話せないもので、ね、出どころがわからないニュース情報を元にして質問するのは君失敬じゃないか。これ官房長官のこと言ってないと言ったんだよ、問い合わせた。それの本日知事が問い合わせた。いや、しかるべき筋が。そうすると君のニュースソースがはっきりできないんだったらね、信憑せない要するに質問に俺誰が質問答えられるのダメだ。君ら新聞記者手に負わ書いてるよ。そうだろ、みんな噂でこうなってますけど、出所の分からないニュースソースをね、要するに元にしてね、質問したと答えられないよ。こっちは政府の官房長官のこと言ってないって言ってるんだから。はい、次誰か。はい、どうぞ。日本経済新聞の森川です。消費税について一問伺えればと思います。大阪維新の会の橋本市長がですね、消費税を地方税化するのはどうかというアイデアを出されておりまして、まあ、石原知事は、まあ、国が倒れたら元も子もないということで、まあ、国の社会保障政策や、まあ、財政再建に資するような形で消費税をお考えというふうに受け止めておりますが、こういう消費税を地方税化するということについて知事のお考えをいただきます。ちょっと無理だと思いますね。相対的にね、無理だと思います。まあね、税制というのはね、まあ、アメリカのような、ね、こうステーツが、ね、独立しているところでは、驚くことにあれだ、ね、ジョージア州なんか下院か上院かどっちか先に、ね、税金を納めるなら、ね、ドルが頼りにならないから金を買って納めるって決めたって、片っぽの要するに上院か下院でそれ否決されたのとそんなことそうですけどね、まあ、そこまで思い切った、ね、提言をするのは、ね、まあね、アメリカらしいなと思うんですが、日本の場合にはこれ大変です。その都道府県というのはそんな権限持ってませんしね、いい悪いにしてやっぱり中央省権の国家体制ですから、税制をね、各県が各自治体が、まあ物にもよるけど自分で決めることになったら、特にね、日本のようにこの強小な国でね、人口が密集してるとかいろんな混乱起こってくると思いますね。まあ、あんまり、ね、リアリティのない話だと私は思いますけども、ただね、その
納める地方税の要するに配分のポーションの問題ということになればこれまた別の話ですけどね。さあ僕はあんまり税制詳しくねえんだよ。はい、どうぞ。聞こえないよく。朝日新聞の藤森と言います。ロンドン出張について、お伺いしたいんですが、日程の中で、4日間連続して調整中という日が今のところあるんですが、これは五輪以外の何か目的があるんでしょうか。いや、それまた詳しく聞いてません。いろいろなんてプランがあるみたいですから。あとすいません、尖閣問題の関係で、知事が動かれることが、そのアジア票が逃げてしまうじゃないかというような、知事 の、 尖閣諸島の発言で、2020年の招致活動なんですが、アジア票への影響があるのではないかという懸念の声もあるんですが、これについて知事 の、 お考えを。さあさあ、懸念がどういう論拠で、ね、成り立っても私聞きませんしね。それを言ってる人と話をしたわけじゃないからね。そんな抽象的な質問で私これ答えることもないでしょ。招致活動の関係者の方からもそういう心配の声が上がってるんですが、それについてはどうでしょうか。しかしね、オリンピックも大事だけどね、あなたね、国家の主権が及んでる領土というものをね、審判されてる時にね、それとオリンピックが代償になるというのもね、私はね、変な話だと思いますな。そうすると五輪では五輪で招致活動をされると思います。当たり前じゃないかなと。どうぞ。日本テレビの坂巻です。ここ日本テレビの坂巻です。はい、尖閣の問題なんですけれども、国はですね、平穏で安定的な維持管理というような理由で、国有化するというような話をしていますけれども、そうすると国が交流しても状況は何も変わらないんじゃないかと、有効利用にならないんじゃないかというような見方がありますが、その辺は知事どう思われますでしょうか。やっぱりね、国がすべきことがいくつかありますね。例えば東京都が都として保有してその期間が長いんだったら、東京の、ね、財政でですねやることがあると思うんですが、それはね、まずやっぱりね、あの海域でね、勝手な操業してね、領海侵犯して漁獲を上げてる市内はですね、台湾の船って大きいんですよ。数十トンの船なんですよね。ところがね、あそこで操業するね、石垣島の漁船だ、遊漁船でね、せいぜいね、そうね、この部屋の半分の長さぐらいしかないちっちゃな船ですね。これはね、非常にその海潮の激しいところですからね、あそこ行って試験が来るとですね、逃げて帰らなくちゃいけない。ところが外国の船はですね、数十トンありますからね、波に向かってね、島陰でね、船支えて、また次の日内できたら漁をする。これはね、こういったハンディキャップっていうのはやっぱりね、その取り除くためにね、例えばね、南小島のね、潮が引くと岩盤が露出する平たいところにね、西側にはテトラ積んでね、東側から掘削してね、大きな船だまり、その石垣のね、ちっちゃな漁船が何倍もね、試験が来たらね、そこで夜を過ごすことができる、嵐を過ごすことができるみたいな、そういう船だまりはね、私はやっぱり当然作るべきだと思いますよ。それからね、今ね、関係者が一番ね、専門家が危惧してるのはね、かつてモンデールがね、中日大使の時問題を起こした香港の活動家と称するシナ人、これ全部特殊部隊だね。そういう連中がね、民間人と称してね、あそこへ漂流しちゃったという形でね、上がりついてね、そこを占拠する。それをね、救済ということの名目もあるのかもしれないけど、どういう名目でかともかくね、あの島からね、要するに日本側が出かけていって、拘束し、退去させるね。それはね、向こうの要するに宣伝の仕方ではね、非常にね、イメージの悪い感じになりかねないからね、そういうことの起こらないね、やっぱりね、常駐、とにかく大きな2つの島にはね、日本人がね、要するに、これは一番必要なことは自衛隊ですよ、自衛隊が行きゃいいんで。とにかく、要するに、日本人がそこをですね、に割拠してね、その、日本の領土に日本人が何らかの作業でですね、
常駐しているというそういう姿勢を作ることが私は必要だと思いますけどね。そうしますと国が国有化しても全く状況は変わらないというご利用にはそれは国はすべきことじゃないですか。どちらがやるかといったら国がやるかやらないかの問題で、しかし今の政府を見たらね、体当たりしてきた漁船の船長だね、脅かされて一晩に釈放してね、島地方検事の権限に要するにその委ねたって嘘ついてかわいそうだよ。検事はね、あの検事検事総長にしてやんないかわいそうだよ。群れに着せられてそれでその晩釈放してたら石垣の飛行場も夜中の2時半に開けされて飛行場の主要も払わさずに向こうの局長がやってきて船長を連れて帰ってね、英雄扱いしてね迎えるっていうのはこんなバカなことを今の政府がやってんだろ。これやらしてるんだろ。今日これから私はね、あの要するに映像のニュースをあえてリリースして結局責任取ってやめて石木君とこれから会いますよ、対談でね。まあ彼なんか聞いてみたい、いかにもっといろんなね拡大されてもっと進んだことが行われてきたか。まあとにかくね、歴代の政府自民党も含めてはな、ほとんど何もしなかったんだ。何を恐れてるかね、そんなにやっぱりあれですが日本の政界ってチャイニーズマネーが出回ってるのかね、アメリカ並みに。はい、東京新聞の岡村と申します。先ほども出た上陸の話なんですけれども、政府が上陸させない方針を決めたかどうかは置いておいてですね、政府が公式に国有化ということを打ち出したということは上陸許可を下ろさない可能性が少なくとも高まったという客観的な事実があると思います。そう思わないね。私は思わない。それからね、この間のね予算委員会で小池百合子さんと官房長官と総理大臣の応答を見てた、まあ、お粗末というか何にもね、要するに事実と確かめもせずにね、靴の上から足かけ見てあんな会話して、あれが国会の大事な問題に対する討論なのか、予算委員会の。呆れたね僕は。じゃあね、多角的に政府が今動いて誰と誰がどういうふうに誰と会ってんだよ。何もやってないじゃねえかの。聞いてみろよ栗原君に。お粗末だね。だって体裁つけて政府がやりますよやりますって人気かぶろうと思ったって国民それほどバカじゃねえよ。もしその政府が上陸許可を下ろさなかった場合とかどうするかというのは何も今考えられてないんですか。もう降りるものとして今進めておられるわけですか。ただ下ろさ上陸許可を要するに下ろさない理由ってのは僕わからないね。事態がそこまで進んだ上で、あんまり先の先のね、その想像の息を出しない会話してもしょうがないんじゃないですか。だからね、きちっとしたニュースソースを踏まえて現実のある質問をして現実のある答えをしたいですね。はい、他にどうですか。どうぞ。東京 NX テレビの三田と申します。上野動物園のパンダの赤ちゃんが生後1週間ほどで死んでしまいました。多くの都民国民が成長を楽しみにしていたところではあったと思うんですが、知事のご感想を聞かせてください。まあかわいそうだよね。やっぱり畜生だからさ、そうだけどあれかみんな死にますよ。動物だって犬の子供だって子供、猫の子供だって死ぬときは死ぬんだから。まああれ泣いてる人がいたけどちょっと離れたの私は。はいはい、それじゃ、すいません、はい、どうぞ。すいません、フジテレビの丸山です。2点お伺いしたいんですけど、まず1点目は野田総理もですね、ロンドンのオリンピックに出席する方向で調整しているということなんですが、そうそうだ、行かないか、いいことだということで、え、歓迎する話ということ。さあ行って手振ってやってくれよ。福田なんだけど、なんとかみたいに金石でふんぞり返ってさ、奥さん手振ってるけどトニーはニヤニヤ笑って、選手団が入ってきてその映像がだね、甲子園の向こうの様子に、スタンドに大きな映像で映ってるのに、日本の要するにトップリーダーがだね、自国の選手が手振らないってのはどういうことなのかね。また次の面接したらね、なんか応援に行ってね、なんちだったら、まあせいぜい頑張ってくださいって言ったんだってさ、こんな応援の仕方ってあるのかね。はい、ロンドンで特に総理に期待されることとかもしあれば、期待される、何を期待、あいつら走るわけじゃねえんだろ
あ、すみません、もう一点お伺いしたいです。ちょっと都政と離れちゃうんですけど、大井競馬場の話なんですが、大井競馬場は23区の国家母体となっている組織が運営しているみたいなんですけども、その中に大井競馬場にその、5階の高台からですね、に特別室というのがありまして、でそこに結構区議が視察という名目で、まあ、無料でその観戦などをしているということで、これがまた議会活動とは関係ないのではというような指摘もあるんですが、まあ君やっぱり区議会にいてね、そのね、品川区に聞いてくれるのも私わからんようなこと。はい、